お便りを陽介さんでございます。今日はね、スペシャルデーということなんですが、まず早速ご紹介をさせていただきます。オーディオ評論家の土方久明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、はい、今日はね、もうめでたい日ということなので、スペシャルということでございます。アコースティックリバイブの、石黒社長にお越しいただきました。よろしくお願いします。よっ、エドリアン、これで大きいな。見てるか。何の振りなんですか。スタートいいですね。ちょっとスタートいいですね。ということでですね、はい、皆さん今日は非常にめでたい日ということで、なんとですね、はい、アコースティックリバイブ、はい、創立25周年、はい、記念番組ということになりました。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。25周年ですよ。それすごいと思うよ。ということで、石黒さん、すいません。ちょっと私、二日ながらですね、アコースティックリバイブで、はい、ハッピーバースデーの歌を歌わせていただきますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。ハッピーバースデー to you! ハッピーバースデー to you! ハッピーバースデー dear アコースティックリバイブ、石黒さん。ハッピーバースデー to you!すいません。はい。ありがとうございます。はい、なんかサプライズが。とりあえず、聞いていただいて。びっくり。はい。はい、創立25周年。はい、あ、聞いた。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 あ、やったー、おめでとうございます。恐縮します、はい。ということでございまして。すいません。まあ、これ後で、皆さんで美味しくいただくと。食べましょう。ね、みんなでね。はい。はい、ありがとうございます。ちゃんと書いてある。ちゃんと書いてあります。ね、素晴らしい。はい。アコースティックリバイブ、創立25周年。おめでとうございます。ありがとうございます。ということでございます。こんなことされたら毒舌吐けないいいっすね。あ、これちょっと、大丈夫です。はい。本日はですね、アコースティックリバイブ創立25周年記念番組ということで、お送りさせていただきたいなというふうに思います。まずですね、土方さん、はい、創立25周年ということでございますが、はい、はい、いかがでしょう、ケーブルアクセサリー。まず、はい、素晴らしいなと思うのは、はい、これちゃんとやっぱ25周年続いたってとこですよ。うん、ここ、やってこれてるね。よくやれましたよね。いや、それは石黒さんだからっていうね。そう、いくつかやっぱ理由もあると思うんだけど、まずやっぱり真面目。熱血だし。そうっすね。ぜひ真面目。なるほど。そう。うん、ここってやっぱりなかなかほら、これまあ動画だと人となりも見えてくると思うんですけど、当時25年前って、当然こんな動画ないじゃないですか。ですね。そう。そういう中でまず製品出して、で、みんなにこう認められて、うん、で、ブランドイメージついてるけど、すごいでも苦労されましたよね、最初って。ね。そうですね。はい。はい、まあ大変な状況だったんだよね、はい、会社が。はい。なんか1995年ぐらいに、もともとその石黒さん、この関口機械販売株式会社っていうのは、護岸工事のブロックを作ってたっていう、本当ですか？ブロックを作ってたんじゃなくて、はい、ブロックを作る機械を作ってたんですよね。機械を作ってたね。すごい。だから、関口機械販売っていう、あ、そうか。ちょっと硬い名前なんですけどね。はい、で、うちのその、まあ、コンクリートブロックマシンって言いまして、はい、機械でブロックを作るんですよね。はい、ブロックって言うと、多分その型枠にコンクリートをドロドロの、ね、はい、コンクリート流し込んで作るって多分イメージだと思うんですけど、そういうイメージあります。はい、実はそうじゃなくて、なんかね、ボソボソの状態のそのコンクリートをドサッと型枠に入れてですね、はい、機械でプレスかけるんですよね。あ、プレスしてるんですか？で、プレスをかけて振動をかけて、はい、プレスが上がるとボンとこう、はい、ブロックができてる。だから、まあ、半乾きの、はい、ブロックが、まあ、できるんですね。はい、そうすると、ほら、乾燥も早いじゃないですか。はい、なるほど。うん、まあ、そういった、機械を作ってまして、まあ、それが、1メーター真っ角以上の、その、大型ブロックを、その、機械打ちできるっていうのが、うちの、あ、まあ、当時の関口機械販売の、その、特許だったんですよね。はい、あ、そうだったんですね。うん、ただ、その、大型ブロックを、はい、はい、使う用途がですね、はい、北海道の護岸工事のみだったんですよ、はい、なんでうちの会社って実は北海道の会社だったんですよね。あ、そういうことなんですか。で、私は群馬県の群馬工場、はい、群馬工場長でやってて、
ほう。そう。で、まあ、機械を作ったり、型枠を設計して作ったりして、はい、北海道に送ってたんですよね。なるほどね。そう。最初はじゃあ、オーディオとは、会社自体はそのオーディオとは違う仕組み、ね、全く関係なかったですね。で、まあ、そんな時にその、1995年かな、はい、建設省の法案で、はい、護岸コンクリート工事廃止っていう法案が決まっちゃったんですね。あ、そう。うん、で、あの、結果的に仕事ゼロになっちゃったんですよ。あ、そうですか。で、うちはあの、二十何人いた会社だったんですけど、はい、まあ、全員リストラで、社長以外、社長と私以外全員リストラで、で、その社長も肺がんで亡くなっちゃったんで、あ、まあ、いよいよ。あ、そういうこと言うの？うん、あの、で借金だけ残されてね。で、まあ、これもあの自己破産でもして会社畳むしかないかなと思って、うんうん、あの、まあ、健康食品のね、はい、会社に面接に行ったりしたんですよ。うんうん、で、まあ、採用になったんですけど、はい、ただあの工場やってたじゃないですか。はい、だから工場のやっぱほら機械とかほら処分するに、まあ、やっぱ最低1ヶ月ぐらいはかかるんで、はい、すいませんけど、あの、1ヶ月待っていただけますかって言ったら、はい、ダメですって言われて、結局、落とされて。そう。で、これ参ったなと思って、うん、じゃあもう一か八かもう自分が考えてたものをちょっと作っちゃえと思って、はい、それがあの、アコースティックリバーブで最初に出した、まあ、CD の正直、ああ、だったんですよね、はい。記念すべきですよね。はい、RD1。RD1 ですね。はい。はい。ですね。1997年。はい。発売。ということで。これはもともと石黒さん考えられてた？そう、はい、まあ、昔あったあの、カセットデッキのあの、イレーサーで CD をなぞってみたところ、すごく音良かったんで。はい。これなんか、おかしいなって。うんうん、ね、でも、確実に良くなるから、はい、ただあのヘッドイレーサーってほら、はい、先っぽ細いから、うんうん、CD 生じするにこんなことやんなきゃいけないわけですよ。はい、もうね、うん、毎回こんなことやってるとあの腕つりそうになっちゃうんで、はい、まあ、大変だなっていうん でじゃあコイルを自分で巻いて、うん、空心コイル巻いてスライダックで絞ればいいんだ。おうおう、ね、こうにやるっていうのは徐々に磁力を絞ってるって意味ですから、うんうん、だったらスライダックで絞れば同じことじゃないですか、はいはい、でそんなことやって作ってたんですよね。で今度スライダックここめんどくさくなってくるわけですよ、はい、うん、だったらじゃあもう回路組んで自動的に要は磁力が減衰するように作ればいいんだっていうんで、はい、で回路組んで、はい、要はその自動的に絞って生じするっていう、うん、でそこまで作ってたんですよね、うん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 、ただまあそんなのほら製品化するなんていう、はい、なんていう夢にも思ってなくて、はいはい、うん、でどうせねこんだけ効果あるんだから、うん、まあオーディオテクニカあたりから出てくるんじゃないのかなと思ってたんですよ。そうそう、はい、したら一向に出てこないんですよね、はい、そしたらまあ会社そんなことになっちゃって、はい、だったらもうこれをもう、うん、もう一か八かも製品化しちゃえみたいなんで、はい、とは言ってもやっぱもう業績もめちゃくちゃ悪かったんで、まあ、はい、あの、銀行には当然融資を断られちゃって、で国民金融公庫っていうところに申し込んだんですよね、はい、はー、でそしたらね結構厳しくて審査が、うん、あ、そう、で結局2回却下されたんですよね、うん、うん、その理由が最初がCD は自家しませんっていう、うん。あの、なるほど。そういう。そこまで調べるんですか？調べられましたね。厳しいですね。厳しいですね。で、厳しいとか、ちゃんとやってくれるんですね、逆に。ちゃんと調べるんですね。そうですね。金融高校。へぇ。で、それで、じゃあ、ガウスメーターでその CD の盤面をここになぞって計測してみたら、やっぱり磁力って計測されるんですよね。なるほど。で自家してますっていう出したじゃないですか。そしたら今度はその程度の自家では音質は変わりませんっていう形で、今度は、いや、それ、なんか聞いたことあるね、そういう会話。そういう会話聞いたことある。すごい。そう。で、今度はその、はい、スペクトラルアナライザーっていうのが、その、当時ね、はい、出てきた時だったんですよ。今井正治さんが輸入してね、はいはい。で、それがね、無料レンタル中だったんですよね。そう、ソフトが。あ、それいいのあったなと思って。すごい、借りてる。そう、無料レンタルで、はい、で、計測して、はい、
で、要は、生じ前、生じ後で計測したら、もう明らかにやっぱ周波数特性とかやっぱ違いが出るんですよね。はい。で、こういう形で変わりましたよって言ったら、ようやく、あ、そう。うん、承認されて、はい、まあ、融資が決まって。いや、すごい。すごいですね。でも、あれですよね、そのデータって、そのままカタログに、うん、転用できるっていうか。あの、しばらくホームページ、あ、今も載ってるかな、はいはい、載せてますね。すごいことです。すごい話です、うん。なるほど。じゃあ、その機材、RD1、うん、発売されて、それが大ヒットした。うん、って言ってもね、はい、本当に売れるかどうかわかんないじゃないですか。うん、それはわかんないですね。うん、だから、やっぱ不安なんですよ。もし売れなかったらね、本当に首つんなきゃなんないから、うん、で、家も、あの、家族に無断でね、はい、あの、担保に入れちゃって。すごい人生の勝負でしょ。すごいっすね。なんで、やっぱ不安なんで、あの、実はね、はい、いろんなお店とか、問屋さんあるでしょ、はい、販売代理店、はい、に電話して、はい、すいません、今まで一番売れたアクセサリーって何台ぐらい売れたんですかっていうね、バカな質問を電話でしたんですよ、私。すごい。したらね、多分メースだったと思うんだけど、はい、答えてくれたんですよね、ちゃんと。まあ、あの、はい、他のお店は何バカなこと言ってんですかって、ね。あれはそんな感じの。もう剣もフォローラだったんだけど、あ、まあ、一社だけちゃんと答えてくれたところがあって、はいはい、で、その答えがね、そうだなって、一番売れたんだとはやっぱ3万台ぐらい売れたかなって言うんですよ。みたいな。で、まあ1000万融資してもらったじゃないですか。はいはいはい、2000台売れれば、ペイできるっていうね、うん、計算だった。あ、そうなんですね。なんで、ちなみにその3万台売れたのって何ですかって言ったらね、うん、CSE のタップって言われたんですよ。ああ、はいはいはい。赤い電源ボックスは覚えてます。当時ね。ワインレッドかなんか。あ、覚えてます。それ、当時ありましたよ。あの、雑誌結構載ってましたよね。うん、なんかほら、はい、ホスピタルグレードみたいなのが流行り出した頃で。なるほどね。すごい確かに売れたんですよね。で、それが3万台ぐらい売れたっていう話を聞いたんで、すごいな。で、実はそれ、やっぱ自分の知り合いが使ってて、はい、そうか、あれが3万台売れたんだって、うんうんうん、だったらこれが2000台売れないわけはないなっていう、うんまあ、そういうふうに思って、うん、あまあ、はい、まあ、5をかけたんですけどね。はい、で、その5をかけて、最初はあれですか、そのオーディオショップとか卸さんとかに回るわけなんですよね。で、だからそれもわかんないじゃないですか。わかんないです。まあ、とりあえずは、やっぱ当時ってまだやっぱ雑誌がね、はい、すごく影響力があった時代で、はいはいはい、まずは雑誌に載せなきゃいけないだろうっていうことで、はい、音源出版にね、いきなり電話して、すみませんけど、雑誌に製品を載せたいんですけどって、電話したら、はい、頭のおかしい人だと思われたので、で、広告代理店を通していただかないとなんですけどって言われたんですよね。ああ、なるほど。なるほど。で、当時はもう広告代理店っていう、もう概念がわからない。概念がなかったんで、名前は知っててもなんだそりゃと思って、で、すいません、そちらどちらですかって言われて、いや、群馬県ですけどって言ったら、群馬県には広告代理店ってありませんかねって言われて、いや、あるかもしれないけど、ちょっとわかんないです。って言ったら、音源出版から広告代理店の人を紹介されたんですよ。なるほど、なるほど。で、その、まあ、アクトエムの坂部さんって人だったんですけど、はい、まあ、私も本当恩人なんですけど、はい、わざわざね、群馬県までね、聞きに来てくれたっていうか、見に来てくれたんですよ。すごい。で、まあ、実際に効果を聞いてもらったりしたんだけど、はい、まあ、自分の判断だけじゃ、危ないんで、うん、ちょっと評論家に預けて、聞いてみる、うんうん、見たいんだけどいいかって言われて、はい、で、持って帰ってもらったんですよね。はい、で、牛尾春夫さん。あ、牛尾先生。はい。あ、牛尾さんだったんですよ。で、私、はい、牛尾さんのことちょっと存じてなくて、はい、はい。牛尾さんっていう人に聞いてもらうからって、はい、持ってかれちゃって。あ、そうなんですか。ちょっと不安だったんですよ。はい、アイデア盗まれるんじゃねえかな。
まだ誰かわからないしね。そうそう。で、はい、牛を牛をって言うんで、あの、雑誌、あの、あちこち見たら、ハイビーに、ちゃんと書いてて、あ、よかった、いた、みたいな。これ聞いたら牛尾さん喜びそうだな。先々週ぐらい会ってましたもん。はい、そうそう。牛尾さんはね、いい先生、あの、はい、いや、すごい。ポジティブな。すごくね、はい、親切で、はい、しかも、あの、無償でね、はい、その、ちゃんとレビューをくれたんですよ。ちょっと、牛尾さんの株すごい俺上がった、今まで。はい、でも、坂田さんもちゃんと働きかけをされたんですね。うん、あの、そうですね。はい、あの、はい、まあ、近所だったんでね、はい、まあ、なんか、あの、付き合いが深かったみたいなんですけど、はい、そう、で、まあ、その中に、その、この効果だったら、うん、まあ、いけるんじゃないかみたいなことも書いてくださって。うん、あ、そうですか。うん、すごいいい話だな。すごいですね。本当に。で、まあ、いざ売り出して、はい、で、結局、発売から半年で、3000台売れたのか。あ、そうですか。すごい。だから、まあ、当時はね、まだほら、CD がメインソースだったんで、はい、うん、SACD がやっと出てきた頃じゃなかったかな。うん、そうですよね。ああ、そういう時代ですよね。うん、はい。でも、初めてで、まだブランドイメージも、まあ、今は例えば石黒さんが同じようなことしたらもっと売れるじゃないですか。うん、だけど、ブランドイメージも、誰も知らないのに、その3000台売れるっていうのはね、多分すごいですよ。強烈ですね。そう、初製品で。まあ、いろいろありましてね、当時、あの、まだ長岡哲夫さんが、はい、ね、ご存命だった頃で、その長岡さんがね、ステレオかなんかの中で、なんかその、CD のなんか正直を試したら全然効果がなかったって書いてたんですよ。そう書くで、はい、いや、これはやばいと。はい、あんな、ね、こんなカリスマに、効果が、いきなり効果がないなって言ったら、ちょっとね、これはもうね、やばいと。もう、はい、ね、死活問題だと思って、で、すぐも広告代理店に連絡取ってもらって、はい、長岡哲夫さん家にね、まあ、持ってったんですよ。もう一度聞いてくださいみたいな。でも、すごい一生懸命、本当に一生懸命。はい、そうですよね。ちょっとそれいや、それを、行くのが石黒さんなんですよ、ね。そうそう、そこなんですよ。で、まあこれにはオチがあって、ね。はい、もう一回聞いてくださいってなって。はい、はい。で、そしたらね、うちの製品じゃなかったんですよ。え？当時ね、はい、類似品があったんですよね。なるほど。輸入品で。はい。ね、エレクトリーが輸入してた、はい、あの、ウルトラクラリファイアって、ね。ああ、はい。あったでしょ。はいはいはい。まあ、あるやつ。はい、まあ、あれって着磁器なんですけど、障子ではなくて、はい、着磁させて、まあ、磁器のその方向性を揃えて着磁させると音が変わるみたいな製品だったんですよね。実はその長岡さんがやっぱ試したのって、その、ウルトラクラリファイアの着磁器の方で、で、うちのじゃなかったんですよね。で、まあ、それもすごい話だ。お邪魔した途端に、いや、オタクのことじゃないよって、なんか、すごいなんか機嫌悪く言われて。面白いな。どういうこと今日の回面白いな。はい、面白い。前半でこう面白い。いや、すごい。すいませんでしたって。それは、こういうもんなんですけど、ちょっと聞いてくださいって言うんで。あ、そう。で、まあ、ちゃんと聞いてくれて。はい。で、まあ、まあ、効果あるけど、まあ、そんな、大した効果じゃないよ、なんて。あ、機嫌悪いからね。まあ、終始機嫌悪かったんですけど。ところがね。はい、ところが、はい。しばらくしたら、1ヶ月後ぐらいかな。はい。いきなりね、はい、ステレオだったかな、やっぱり。うん、なんかコラム持ってて、うん、その中でね、うちの正直を、うちに何にも連絡なしにね、取り上げてくれてたんですよね。実は効果良かった。あるかもしれないですね。はい。で、まあ、この正直、まあ、かなりの効果があるみたいなことを書いていただいて、はい、ただ長岡さんはね、なんか、障子の効果ではなくて、磁気は浴びせることによって、なんか、CD のストレスが解消されるんじゃないかみたいな。なるほど。まあ、そんな書き方はされてましたけどね。うん、ただね、やっぱり当時のやっぱ長岡さんの影響力ってやっぱ凄まじくって、はい。うん、それがね、結構やっぱり、
爆発的なやっぱヒットにつながったような気がしますね。なるほど。面白いね。その話はすごい。もうだから長岡さんのお宅に行かなければこういうふうになってなかった。なってなかったかもしれないですよね。そうですね。まあ、ところで、その25年前って、はい、陽介さんとか土方さんってどんなことされてたんですか。いや、僕も全然サラリーマンで、だから25歳くらいですよね。はい。で、その時ね、多分僕、衆議院で働いてたと思うんですよ。あ、衆議院多分。はい。で、あの国会議事堂にこう、毎回通勤してて。はい。でもね、オーディオオタでしたよ。すごい。うんうんうん、めちゃくちゃ、だからちょうどね、CD とか、まあ MD、まあだからユーザー側ですよね。そう、完全に、ね、全然ユーザー側ですよね。はい。それでやってた頃ですよね。はい、衆議院の秘書あ、じゃあですね、職員みたいな感じで、はい、はい。働いてて、まあパソコンが、まあ得意で、オタクだったんですよ、僕。はい。だからパソコンすごい得意だったから、まあそれで、向こうでもそういう仕事を、やっぱりネットワークとか、はい、まず配信の仕事をやってましたね。なるほど。はい。そのくらいでしたね、25年前は。まだ若くて、若かったなぁ。はい。はい。洋介さんは？僕22歳で、だから、もう家業をもう継ぐというか、まあ家業に入るっていうタイミングで、はいはい、CD 屋の店長として CD を売りまくってましたね。で、当時はもう本当に、まあ、1997年なんて、CD もアホみたいに売れた。はい、で、僕本当に、みんななんか適当に松任谷由実アルバムとか、はい、ミスターチルドレンとか、はい、ドリームスカムトゥルーとか、サザンオールスターズとか、勝手に宣伝してくれて、はい、勝手に3000円握りしめて、朝列なして、おで僕らこうやって待ったら、もうどんどんもう、お金入ってくるみたいな。チャレンジャーええみたいな感じですか？あ、だから僕の人生なんかめちゃくちゃラッキーだな、俺、みたいな感じで思ってたら、あはい、まあもう見ての通りなんですけど。あ、そうか、じゃあ洋介さんソフトに関わってた、ね、あ、もう完全 CD やレコード上がりですね。石森さん、そういう意味だと、25年前のオーディオ界ってどういう感じだったんですか？もちろんその、さっき話に出た長岡さんの司会、まあカリスマと言われるようなね、はい、やっぱり先生方がやっぱみんなご存命だった、うん、時代でね、菅野さんしっかりね、で私まあここ名古屋ですけど、はい、初めてオーディオフェアに出たのがね、はい、名古屋のオーディオフェアだったんです。で、もう本当に右も左も分かんない状態で、はい、メイスさんのね、はい、大きいブースあ、はい、で、はい、出させて、周りというか、はい、はい、出させていただいたんですけど、はい、メイスさんがね、要はその、まあ、総合商社だから、はい、ハーマンさんとか、はい、そうですね、ノアさんとか、はい、あとオルトホン、はい、とか、まあ、そうそうたる、はい、まあ、輸入代理店さんとかね、あと CSE とかもいたのかな、あと投資とかね。ああ、投資さんがいましたね。梶原さんがまだ投資にいた時代ですよ、だから。で、初めて出させていただいたら、それはそれはね、親切にしていただいたんですよね。あ、そうなんですね。もうハーマンの方々、みんなノアの方々、オルトホンの方々、うん、でみんなでほらイベント終わると、はい、まあ、飲み会やってね、本来だったらほらみんな競合、はい、メーカーなわけじゃないですか、はい、ところがみんな和気あいあいとやって、要はその飲みながらオーディオ談義とかやってるわけですよ、はい、いや、まあ、それ見てね、まあ、いや、すごくいい業界に入ったなっていうふうに思いましたね、当時はね。あ、そうですか。で、まあ、とにかく親切にされて、面倒見てもらって、まあ、当時33ぐらいですからね、はい、私、で、二次会とかも連れてってもらったりとかして。ただ、やっぱ、みんながそんなに親切にしてくれたのは、はい、その、メイス、にね、森田さんっていう、まあ、はい、先代の社長さんがいらっしゃって、はい、その方がね、やっぱり今度
こういう若いやつが入ってくるから、うん、みんな面倒を見てやってくれっていうことで、うん、まあ、すべてのそのやっぱ代理店とかの方々にやっぱ声かけていただいてたみたいなんですよね。はい、それは、まあ、後々分かってね、もう森田さんが亡くなってからそれ分かって、うん、いや、まあ、すごくやっぱ感謝してるんですけどね。ただやっぱり、まあ本当にいい業界だったことは間違いないですよ。ね、なんか雰囲気、なんか、殺伐としてないじゃないですか。はい、そうですね。はい。そうですね。まあ、未だにそういうところはね、はい、あると思うんですよね。確かに。みんな割と、なんか、仲間意識っていうか、そうですね。やってるところはあって、はい、まあ、もちろん、なんかそうじゃないのも出てきたりしてんだけど、うん、まあでも、大体は、ね、うん、まあまあ、当時で、はい。もっといい時代だったかなっていう気がしますね。あ、そうですか。で、まあ、とにかく いろいろ変わりましたよね、25年でね。音楽の聴き方も変わったじゃないですか。変わりましたね。はい。で、やっぱ当時ってね、はい、まあもちろん CD がメインソースだったし、うん、まあレンタル CD。レンタル CD。ああ、もう通いましたよ、もう。そうですね。全盛の時代ですよね。はい。で、まあ洋介さんさっきね、バンバン CD 売れたって言いましたけど、まあもちろん売り上げ以上に、レコード会社って CD のレンタルの出荷枚数ですごい儲けたはずなんですよ、ね。なるほど、なるほど。そうですね。あの頃って。はい。だからほら、宇多田の800万枚とかね。そうですね。ビーズの500万枚とかあったじゃないですか。うん、あれってみんな純粋な売り上げだと思ってるけど、うん、あれほとんど出荷枚数ですよね。うん、あ、そうです、そうです。出荷枚数です。ですよね。うん、はい、うん。だから、あの時代ってね、やっぱすごくレコード会社って儲けたはずなんですよね。はい、にもかかわらず、なんか CCCD とか作っちゃってね。コピーさせ、コピーコントロール CD。コピーさせまいみたいな。はい、いや、レンタルで儲けてるのに何やってんだよみたいな、ね。そうですね。大不評だったやつですね。うん、本当。で、うん、当然、その当時ってもうアナログはやっぱり消えてて。そうですね。うん、はい。まあその後ね、アナログ、また復活していくわけですけど、うん、はい。まあやっぱ音楽の聴き方とともにやっぱオーディオってなんか変化 しましたよね。そうですね。っていうか、レンタルがその台頭することによってオーディオって衰退してったんですよね。はい。ああ、なるほど。これってなんとなくわかる気がしてて、はい、やっぱりね、借りて済ますものをいい音で聴こうっていう発想にならない。うん、なるほどね。なるほど。曲のさ、曲でもあるかもしれないですね。そうじゃないかなと思うんですよね。うん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 、昔って、まあ、はい、特に自分の頃って、やっぱ音楽がすごく貴重だった時代で、はい、まあ、それこそ FM でエアチェックして、気に入ったものがあればレコードを買うという。うん、はい、でもそんなお小遣いないからね、バイトしたとしたってそんな枚数買えないから、うん、まあ、なけなしのやっぱり小遣いで買ったレコードとかってやっぱ宝物でね、はい、そうすると今度その宝物をいかにいい音で聞くかっていうことにやっぱり行くんですよね、うんうん、なるほど。で、自分がやっぱりオーディオに夢中になった頃ってやっぱり日本総国民やっぱオーディオマニアみたいなね、はい、すごい時代で、まあ高校の入学祝いで必ずみんなシステムコンポを買ってもらうみたいな時代だったんですけどね。でもレコードはやっぱりほらそうそう買えないから、やっぱりその数少ないレコードをもっといい音で聴きたいなっていうね、欲求が生まれたはずなんですけど、それがやっぱりレンタルっていう形になったことによって、はい、なんかね、うん、なくなってったような気がするんですよね。あ、それじゃ肌で感じられてたんですよね。うん、で、ただ音楽を聴く絶対数っていうのは増えたんですよ。うん、まあそうですね、出荷枚数ね。出荷枚数ももちろんね、はい、レンタルで簡単に手に入るじゃないですか。はい、で、ミニコンポっていうのが爆発的にその売れることによって、一家に一台だった時代から、一人に一台になってたんですよ。うん、なるほど。そうすると、オーディオってかつてはね、三種の神器じゃないけど、はい、その、オーディオがあるうちは、応接間にあるうちはお金持ちみたいなね、うん、まあそういう時代だったのが、はいはい、まあ、一家に一台がその一人に一台みたいな状態になって、はい、で、そうすると何が起こるかっていうと、はい、今度、
よりいいコンポが欲しいっていう発想がないんですよね。みんな同じもの持ってるんだから、これでいいやっていう。そうですね。なるほど。システムコンポだった時代っていうのは、例えばアナログプレイヤーちょっとグレードアップしようかとかね、スピーカーもっといいやつにしようかとかっていう、まあ、ステップアップの図式っていうのが必ずあって、みんなそれやってたんですよ。なるほど。だけど、ミニコンが全員に行き渡っちゃったら、みんなそれやんなくなったんですよね。だからそれはね、多分オーディオ、まあ家電メーカーですよね。家電メーカーのほとんどがあのミニコンって作ったわけですけど、そうですね。まあオーディオメーカーも作りましたけどね。だからね、ステップアップの図式が永遠に続くと思ってたんでしょうね。なるほど。ところがね、やっぱ日本人のね、やっぱ特質っていうか特性を見抜けなかった、これでいいやってんがあるんですよ、日本人って。ああ、まあ、ありますよね。うん、なんか、右に習いじゃないけど、わかる、わかる。まあ、ミニコン持ってんだから、もう、これで聞きゃいいやっていうね。はい、うん、うん。まあ、今なんて、携帯で聞けばいいやんなってるわけじゃないですか。まあ、そうですね。ある意味。うん、うん。だってなんか、僕ももろミニコン世代で、うん、中学校入学に買ってもらったんですけど、はい、それであの、電音のやつ、はい、電音当時買ってもらって、はい。で、友達ん家とか行くじゃないですか。うん、で、まあソニーだったり、はい、パイオニアだったり、はい、アイワだったりとか、するんですけど、見ても別にそんな羨ましくなかったっすね。あ、そうですか。はい。あ、あいつちいい音だなとか、とはならなかったというか、僕、田舎、多分田舎もだから、はい、めっちゃ茨城なんです、皆さん。だからね、茨城はね、北関東。あ、そうか。僕たちの時はまず、格好つけてるやつ多かったんで、はい、あの、何段とかでね、あの、結構段数で、あのミニコンポ、ほら、はい、ああ筐体何段とかで、ちょっとやり合ってた時期もありましたけど、でもなんか、多分すごい。だからなんか、その、僕の青春時代、若い時代を回想してみると、はい、そのなんかいい音っていうよりはどんどんやっぱ便利になっていくっていうか、それがミニコンがラジカセになってみたいな、はいはいはい、で、まあ、CD ウォークマンとか、うん、で MD とか出てきてしまってて、やりましたね。そこにこうなんか、音質とかその音楽の本質がどうだとか、はい、そういう議論ってもうほとんどなかったですね。あー、はい、なるほど、それも興味深いですね。うん、まあなんかだから逆の方向に行ってしまったという、うん、はい、音楽の価値も、まあ、ある意味下がっていったわけじゃないですか、はい、レンタルの次に来たのが、まあ、違法ダウンロードって感じでね、来ましたね、まあ、ナップスターとかね、はい、もうタダで聴けるっていう、はい、時代になっちゃって、はい、まあね、今でこそ、まあ、サブスクが確立はしたけど、はいはい、でもサブスクの値段ってまあ、ただみたいなもんですから。ただですよね。はい。まあ、ほぼただです。実質。ね、500円払えば聞き放題ってさ、はい、信じられないんですよ。はい。我々の時代からすると。だってね、3000円とかね、払ってレコード買ってたわけじゃないですか。そうですね。うん、CD だってそれぐらいしましたよね。うん、そうです。それが500円払ったら、もう、聞き放題って。無限っていう。はい。もちろんすごく便利だし、そうですね。ね、すごくコストパフォーマンス高いけど、はい、もちろんアーティストは大変ですよね。大変です。もう収入がもう激減してるわけで、はい、まあ、そういう意味ではね、やっぱり垂れ流しっていうかね、うんうん、なんかすごくやっぱ音楽の価値が下がると同時に、うん、やっぱりオーディオの価値もなんかどん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 やっぱり、ああそうですね、下がってったような気がするんですよね。そういう25年間だったと。まあまあそういう流れがあったような気がします、はい。まあ、大きく言うとそういう感じがしますよね。で、あと、はい、25年で何が変わったかっていうと物価。そうですね。物価。土方さんなんてね、はい、最近もちろんほら現役で、はい、執筆活動されてるわけですから、はい、一番分かってらっしゃると思いますけど、はい、まあ、ここ数年のやっぱりオーディオ、特にハイエンドオーディオの価格高騰って、うん、いやちょっとね、もうとんでもないですよ。おかしいですよね。あのね、もう買えない、うん、自分が書いてるようなハイエンド機材が自分で買えないぐらいの
価格のものが、もちろん、まあその価格だけまずね、まずは価格だけ見れば、まずそうなっちゃってますよね。結構危惧してるのが、はいはい、中間価格帯のものってなくなってきてるじゃないですか。25年前はね、結構やっぱその価格帯が結構売れる、売れた時代で、はいはい、ちょっと頑張れば買えたんですよね。うん、だからこれ欲しいからちょっと頑張ろうみたいなね、はいはい、まあ、そういう時代だったんですけど、はい、ちょっとね、今の輸入品のね、高いやつ、ハイエンドオーディオってやっぱり、ちょっとサラリーマンだと物理的にもうこれ買えないですよね、うん、物理的にそんだけ情熱があろうがねえ、はい、だって家買うみたいな値段になってきちゃってるから、うん、群馬とか茨城だったら家買えますよ、ね、全然買えますよ全然、うん、ちなみにうちの近所今庭付き戸建てで築40年で480万いやでも今480万スピーカーは別に高級品じゃそんな、はい、そうですね、メジャーな高級品ぐらいです。あの頃ね、はい、まあ20年ぐらい前かな、はい、500万超えたらびっくりしたんですよね。しましたね、うん、でも今さ1000万円とか言われてもなんかあそうなんだってね、はいはい、なんか普通になっちゃってるじゃないですか、うん、なってますね、うんうん、なるほど。ただね、はい、まあ、先ほど申し上げた通りやっぱ物価が上がってる、はい、これは間違いなくて、はい、いろいろあったんですよね、物価が上がる要因って、はい、まず中国バブルっていうのが、はい、この25年間でまず来たんですよ、はい、北京五輪の時にね、うんうん、あの時にね、はい、やっぱりその金属価格、うちもスピーカースタンドとか、うんうん、まあ、電源ボックスとか使ってたんですけど、うんうん、4倍ぐらいになったんですよね。あ、4倍になったんですか。銅合金とかアルミ合金とか、はい、鉄とかね、はいはい、で、うち当時スピーカースタンド売ってたんですけど、はい、上がってること知らなくて製造元に任せて、はいはい、製造元からね、そんな見ないですからね。そうそう、はい、うん、そしたら赤字になってて、うん、でびっくりして慌てて値上げした、はい、ね、生産中止にしたのかな、一度やっぱちょっともう倍にしても合わないやみたいな、覚えてるな、B&W の、805で、はい、もう絶対に、もうそれの標準スタンドとして、売れ、めちゃくちゃ評価が高くて、多分売れてたスタンド、一度ディスコンにしましたよね。そうなんですよ。確か。うん、作れなくなっちゃった。あれってそうだ、そういう理由だったんですか。それもありますね。まあ、して特注じゃないですか。はい。まあ、こんなね、丸い形に削ったりなんなりしてたんで、そう。これ中国バブルっていうのは人件費の高騰が影響したということですか。いや、中国が要はその材料を買い漁ったんで。そうですね。ああ、そっかそっか、うん、そっちか。当然の値段が上がったし、ね。金属価格が上がっちゃったんですね。うん、で、またここのところでほら、混乱があって、まあね、戦争とかで。そうですね。はい、で、まあ、洋介さんとかね、大谷さんにもやっていただいた、ターンテーブルシートに使ってるシリコン。はい、シリコン。シリコンの値段がね、はい、いきなり4倍ですよ。ああ、それは大変。マジっすか。で、うちはね、動画もやっていただいて、はい、あれ久々のヒットだったんですよね、おかげさまで。はい、いや、あれ最高に音良かったっすからね。そう。で、ウハウハなると思ったら、はい、いきなり4倍になって。ああ、そうだ。で、いきなりね、もう、業者からその、はい、倍以上の値段で入ってきたんですよ。2.5 倍ぐらいの値段で入ってきちゃって。うわぁ。ちょっと待ってって、ね、で、これ以上うち赤字になっちゃうから、どういうことって言ったら、いや、うちもこれでも泣いてるんですって言われちゃって。で、ね、はい、レート調べてみたら、確かに4倍になってるわけですよ。嘘でしょみたいな。そしたら、まあ当然、金属とかも全部やっぱ上がってて、はい、やっぱ3倍から4倍みんな上がってるんですよね。うん、それは後で話すけど、石黒さんの作ってる各種のアクセサリー類って、はい、マテリアル結構かなり金かかってるんですよ。はい、だからあと高価な素材をね、高価な素材を本当に、はい、これは本当に惜しげもなく使ってるっていう表現ができるんですけど、そういうメーカーさんって多分苦労されますよね、逆に。逆にね、そうですね。手抜きしてないじゃないですか。うんうんうん、まあ物量を投資ね、投資してやってると、やっぱり当然
材料代っていうのがかかってきちゃいますからね。そうですね。そうだから4倍か。ってことは中国バブルで4倍、はい、最近のね、はい、動乱で4倍、はい、ってことは25年前からすると8倍ぐらいになってるってことなんですよ。うん、まあ、そうか、うん、そうか。それ考えると、うん、まあ確かにオーディオ機器が上がるのは仕方ないかなっていう気はしなくはないんですよ。うん、だから国産メーカーとか頑張ってるよなと思うんですよね。いや、いいですね。やっぱ、うん、抑えてるじゃないですか。いや、抑えてます。上がったけど、はいはいはい、ね、もちろん倍ぐらいにはなっちゃってるけど、そうですね。アキヒルさんとかね。はいはい。でも、すごいでも、1000万とかにはなってないわけじゃないですか。そうですよね。本当そこに良心を感じますよね。うん、確かに。やっぱりね、オーディオメーカー本当大変だと思いますよ。ほんとかばうわけじゃないんですけどね。真面目にやればやるほど大変だと思います。はい、そうですか。そういう時代か。と言いながらも、はい、何千万点のちょっとね。ね、ちょっと、まあ、シンボル的なね、まあ、これ、今、やっぱり、本当に、今、すごい世界的に格差が、収入の格差が出てて、さっき言ってた、僕たちがまず値段が高く感じる理由としたら、石黒さんが言われた、世界情勢による部材交渉、高騰もそうだし、まあ、あとは円安っていう要素もあるし、あと日本人のその賃金がずっと上がってないってところ、っていう、うん、はい、まあ、そこで、そこのその3つの理由で、まあ、オーディオ製品が高く感じちゃうんですよ。うん、はい。だから、まあ、だけど、本当、なんていうのかな、まあ、まあ、本当に、まあ、そういうことですよね。だから、実際、乗っけてるのも乗っけてると思いますよ。そうですよね。うん、だけど、やっぱり、そんな数売れないから、乗っけざるを得ないんですよね。そう、そう、先ほど言ってた石黒さんとか、まあ、僕たちの青春時代はみんな持ってたわけですよ、オーディオね。そこからしたら台数だって減ってるし、はい、そのスケールメリットっていうものがやっぱりオーディオ機器ってあるので、まあ、例えば部材一つ取ってもね、100個買うのと1万個買うので、もう全然値段違いますから。違いますからね。はい、うんうん。そういうスケールメリットも出しづらくなってます。だからそういう意味でも、まあ、ちょっと難しい時代に入ってるなっていう印象は持ってますけどね。でも、うん、でもそれこそ本当にそういう意味でその国産メーカー頑張ってると思いますよ。うん、そうですね。そう思うとね。でも、その、うん、まあ、めちゃくちゃその高い、ちょっと先ほど言ってた話戻りますけど、はい、まあ、その一番高いです。いや、ね、本当に高いからって悪いわけではない。全てがそういう製品ではないと思います。特に日本の商社が入れてる製品に関しては、うん、まあ、個人的なイメージで言うと、その、まあ、ちゃんと価値はあるって、僕は、まあ、じゃないと、まあ、日本の商社もさすがに入れないんで、例えばこれ、この間来たマジコの AM ヘッドチ、はい、めっちゃ高いやつ、ね、そうそう、1億2000万のやつ、はい、まあ、もちろんその1億2000万ですよ、高いかどうか置いといて、うん、でも確かに、いや、1億2000万の価値って分かんないじゃないですか、そこに、まあ、それがすごい、まあ、伝わりいい音はしてたので、うん、でも、その、まあ、全体的にそのさっき言ってた3つの理由で上がっちゃってるところも考えると、買いづらくはなってるなっていう、まあ、誰が買うんねんっていう思う時も、うん、それ、マジかじゃないですよ、うん、他のやつとかね。うん、まあ、もっとひどいのいっぱいありますよね、海外のショー行くと。一番高いものを持ってこいっていう人たちがいるんですよ。そうですよね。まあ、アラブン大富豪とかね。はい、いや、本当にいるんです、はいはい。だから、もっと高い値段つけたらどうですかってうちなんかよく言われるんですよ。いや、この値段じゃ、ね、だからそういうのに対抗できないからって、いや、うちの方がいい音なんだよって言ったって、いや、ね、値段が安すぎるからとかっていうことになっちゃうんですよ。そうですね。はいはいはい。あそこか。そう。だからね、まあ、金は天下の回り物ってね、はい、いうくらい、やっぱお金持ってる人たちは、やっぱ確かにいるんで、はい、やっぱそういう、まあ、桁外れのやっぱ金額のものが出てきちゃうのは、まあ、わかるんですけどね。うん、まあ、と言ってもね、その代わりほら、また音楽の話に戻りますけど、はい、サブスクで安く音楽は、ね、あ、そうですね、手に入るようになってるわけですから、はい、じゃあ機材に投資しましょう、みたいなね。どうですか、そんな感じで。いや、でもそれは、さっき石黒さんがおっしゃられたことと、やっぱり、からすると、やっぱそうはならない、うん、その安易に音楽が手に入ってしまうから、うん、それを大事にいい音で聴こうっていう風にはならないみたいな、まあでもスパイラルにはなるのかなとは思いますね。オーディオ、ハイエンドオーディオをやってる人たちの間で結構サブスクが急速に
普及してるじゃないですか。してます。はい。ちょっとびっくりするぐらいな皆さんなんか手出してるんですよね。はい。うん、なんかね、すごくそれ、なんか面白い現象というか、そうですね。意外とオーディオマニアの方って、はい、ソフト持ってない方多いんですよね。まあ、うん、そうですよね。うん、だそういう意味では、うん、サブスクってすごくやっぱり、はい、なんかそういう人たちにとっては、やっぱりありがたい存在なのかなと思ってて、うん、だからやっぱみんな手出すんだろうなって、はい、気がするんですよね。うんうん、だから、まあ、本当にね、やっぱり、相反することなんでね、その、サブスクが安いんだから高い機材買えって言っても多分まあまあ普通は買わないですけど、はい、ただまあまあ論法としてはそういう感じですよね。まあオーディオをね、はい、やる人たちに対してはだから、はい、まあある意味そういう提案も、ね、したいですね。してってもいいんじゃないのかなっていう気がしますけどね。はい、うん。石本さん、サブスク自体のその音質とかにどうとかってどう思います？やっぱりうちもいろんな、やっぱり、はい、ネットワーク関係の製品をやっぱ作る手前、はい、まあ、やってるんですけどね。はい、まあ、やんないとできないですからね。うん、ただ、サブスクは音悪い、と思います。うんうん、はい。石黒さん的にはそこを、まだ、じゃあ、納得する。あ、もちろんだから、うん単純に繋げただけでは音悪いですね。うん、あ、そうですね。もちろんだからダウンロードの方がいいし、うん、同じ、うん、ね、スペックの音源をダウンロードと、はい、サブスクで、はいはい、ね、ストリーミングで聞いたんであれば、断然ダウンロードの方が音がいいです。なるほど。まあデータが同じかもしれないけど、うん、音は違いますよね。そうですね。どうですか？うん、まあ、ここに関してはですね、僕はちょっと、まあ、僕はもう全然一緒だと思ってるんですよ。うんうん、で、石黒さん、あ、まあ、ただちょっと脱線したから、ちょっと別のところに話したいんですけど、まず、ね、石黒さん地元、めちゃくちゃいいんですから。いや、そうですね。これ多分別の、はい、ここ多分、ちょっとこの動画の後の方で、その話をちょっとしたいんだけど、はい、ただその石黒さんが言ってるので、僕はまずはそこは、真摯に受け止めたいと思いますけど、僕はね、もうほぼ一緒だと思ってる。うん、まあ、その、さっき言ったネットワークインフラをある程度レベルを上げていけば、そこは必要あるんですよ。いや、はい、そこなんですよ。だから、安直にね、はい、まあ、ただ普通の環境で、そうそう、弾いたっていうだけでは、うん、まあ、正直言ってね、ハイレズでも CD より悪いと思います。うん、なるほど。でも、ぶっちゃけそこ言っちゃうと、悪い、まあ、石黒さんのその感覚は、ま、ちょっと、あれしといて、本当に、ね、安易に悪い悪いって言ってる人ね、使ってる機材見ると、うん、あんま良くないんですよ。うん。で、それを自分の何十、それが10年前でも、20年前でも、ハイエンドな CD プレイヤーなんかと比べちゃえば、それね、悪いと思います。なるほどね。これね、僕も、まあ、ちょっとせっかくなんで話すと、うん、僕、データファイル再生大嫌いだったんですよ、石黒さん、実は俺。ああ。本当大嫌いだった。今、第一人称ですね。苦手ですね。もうあんなもんね、本当に、パソコンに部屋に持ち込むなって本当に思ってたぐらいなんですよね。だけど、それやっぱ理由はね、音悪かったんですよ。うん、で、まあ、それもちろんいろんな理由があるんだけど、僕、当時使ってたのが、そのソニーの CDP の X7ESD っていう、うん、まあ、先ほど言った25周年前で、さっきちょっと考えながら、あの当時何使ったかなと思うと、その CD プレイヤー使ってて、まあ、ソニーの、スタンダードではフラグシップの、R10 とか R1 の以下ではフラグシップのやつだったんだけど、はい、それとやっぱりその、ファイル再生やった時の、まあもちろんその時は MP3 だったりなんだりしてたけど、その時の DAC ってすっげえ下がったんですよね。で今考えてみたら、それあれで比べたら買いこないよな、みたいなところがあって、まあ、それに近いこと言ってる人とか、結構業界関係者の中にも、まあ正直、ファイル再生の音悪いって言ってて、え、この人何使ってんのって言ったら、いや、こんなの当たり前じゃんっていうぐらい、チープな機材で聞いたりとかしてて、そりゃ悪いって言うよなって、俺は、まあ個人的にはそう思ってます。はい。ある程度ちゃんとした現在の、ネットワーク、ストリーマー、DAC で聞けば、人によっては、ファイルよりストリーミングの方がいいって言ってる人もいるぐらい、僕の周りは。うん、だから僕はまあ、そこは可能性はあると信じたいです。もちろんだから、ストリーミングが悪いっていう一概には、
ストリングがダメだということではなくて、はい、やっぱり CD 自体より気を使わなければいけないという、そこです、あのことなんですよ。その話ちょっとあの後でね、僕そのアクセサリーと合わせて話したい、本当にその通り。そうだから、それをやって初めて、まあ、ストリーミングっていうか、あの、ハイレズの、やっぱり、醍醐味は味わえるんじゃないかなとは思ってます。あの、本当にその通りで、まあ、なんかしなきゃいけない。いや、あの、やんないと。そのままやると。CD プレイヤーの時は、せいぜい置き台とケーブルだけで、その、RCA のケーブルだけでよかったんですよ。はい。今違いますよね。まあ、ある意味ね、だから、はい、手軽なはずなんだけど、結構スキルを要するとかね。そう、あの、まあ、そうになってきてると思いますね。うんうん、まあ、今ちょっとね、お話。そう、これこそ今の何か話したと思うんですけどね。うんうん、あのそもそもこれ、オーディオの。